川上コーヒー。演奏会が終わってから、書類を送っていただく時に、川上さんが焙煎をしたコーヒー豆を同封してくださったので、主と一緒にいただきました。昨日ちょっと生チョコタルトを作ったので、その甘いケーキと一緒にコーヒーをいただくことにしました。めっちゃいい香りで、ものすごく美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。あとまだ少しあるので、楽しみにいただきます。コーヒー最高。